バッキンガムシャー伯爵は、イギリスの伯爵、貴族、グレートブリテン貴族爵位。伯爵家の旧邸宅である、ハムデンハウスサー、ジョン・ホバート・バッキンガムシャー伯爵家の祖。ホバート家母校の祖ヘンリー・ホバートは、民事訴訟裁判所長官を務めた政治家で、彼が1611年に、イングランド順断爵くらいの順断爵に助せられた、ことが、バッキンガムシャー伯爵の講師であった。 彼の死後は、その息子のジョンが順段借位を承継した。第二代順段借ンは、ノーフォーク、ケンブリッジ、ロスト・オイシル及びブラックリー選挙区選出の長期議会議員を務めた。彼には、子がなかったため、借位は、老いのジョンが相続した。第三代順段借ンは、ノーフォーク選挙区選出の第一第二議会議員を務めた。 政治家でジョンンハムデンの娘メアリーと結婚している第4代順断尺ヘンリーは、ホイック等の政治家であったほか、ボイン側の戦いでは、ウィリアム3世のもとで奮戦している。彼が1698年に決闘が原因で死去すると、尺位は、長男ジョンが襲った。第5代順断尺ジョンは1728年に、グレートブリテン貴族として、ノーホーク州。 ブリックリングのホバート男爵に除された。ついで1746年にバッキンガムジャー白爵にシる爵した。二大白ンはアイルランド総督や王室会警官左官を歴任した政治家であったが男子を残さず指揮をしたため、爵位はイボテイ・ジョージが相続した。三大白・ジョージはセント・アイブス及びベア・オルストン選挙区選出の庶民院議員を務めた。 その長男である四大伯ロバートは、父の存命中の1797年に、繰上げ直所によって、ホバート男爵を承継して、貴族院議員に就任した。就職後には、トーリー党の有力な政治家として、陸軍、植民地大臣やインド庁長官などの兼職を、歴任した。第四大伯、ロバート・ホバート・トーリー党の有力政治家、要職を歴任した。 四大伯が死し,しなく没すると、老いのジョージが釈位を襲った。五大伯ジョージは1824年に直居を得て、そのせいに、ハムデンを加えている。彼にも子がなかったため、釈位は、弟のオーガスタスが継承した。六大伯オーガスタスが92歳で死去すると、孫のシドニーが釈位を継いだ。七大伯シドニーは1903年に直居を得て、ホバート・ハムデンせにさらに、 マーサー・ヘンダーソンを付け加えた。八大白ジョンが1963年に男子なく死去した後は、六大白の四男の子孫にあたるビアが、その後を襲った。しかし、九大白ビアも、またこかなかったため、六大白の逸つの彦であるジョージが、釈意を承継した。十大白ジョージが2019年現在も、伯爵家当主である。かつての一族の邸宅は、 バッキンガムシャー州グレートハムデン近郊に位置するハムデンハウスだった。現当主である第10代バッキンガムシャー伯爵、ジョージ・マイルズ・ホバート・ハムデンは以下の爵位を有する。推定相続人は現当主の世にとこたる順番爵サー・チョンビア・ホバート。推定相続人の法廷推定相続人はその息子ジョージ・ハムデン・ホバート。ありがとうございます。